あ、こういう僕シチュエーション好きや。この風景がね、もう僕の中でね、キュンキュンやん。全然前に行け。ほんまに怒られれば。はい、どうぞ。ちょっと僕が思ったら、これもう要注意やな。2メートルじゃなくて3メートル離れていく。見ようかっていうような女性です、この人は。すごいなと思って。うん。なんかね、もうね、ゲームの解説は、ノンストレスで、しかも楽しいからやってるんですけど、皆さんがどういう反応してるかね、さすがにね、分別盛りですから気になるんですけど、大丈夫ですか？大丈夫です。でも、ラスアスは、やってて、どう言ったらいいんやろ。やりがいあるね。っていうのは、やっぱり、思う、この間だって、なぶり殺し方はすごかったからね。はい、そこから行くんやっていうね。だからたくさん書いてくれた中で、ぜひ1の方も名越にやってほしいと。1からの流れをやったらまた見方が変わるんじゃないかっていうような、ね、僕もね、時間があったら1もやってみたいですけどね。でも2がどんどん佳境になってるから、ちょっとしばらく2をやらないとね。はい。まあちょっと一段落したら1を少しやってみちゃいます。そう。ほんで、全然お客様の数字が違うと思うんですけど、龍が如くも、ちょっと、あれはね、やっちゃうんですよ。ごめんね。これラスラスを見てる人は絶対龍が如く見てないと思うんですよ。やってるかもしれない。やってもいないと思うんですよ。全然違う。いや、僕はどっちもめっちゃ面白いんやで。ただ、ね、龍が如くを、多分これからこの映像を見る人は、バカにして、あ、バカにしてじゃない、違う違う。俺とは違う、これは違う、みたいな。うん、なんかキャラクターが、向こうは、役者さん使っていたり、やっぱりある意味、純粋なゲームというよりも、ちょっと、ある種パロディ的な部分があるというか、そういうことがあって、あれなんですけど、そうやんな、それ食べず嫌いしないで見てくださいっていうのも、いやー、でも食べず嫌いも大事やからな。食べず嫌いでその人の個性が出るんやからね。僕だってエビ嫌いやもん。だからいいんですけど、ある意味、両極な感じですよね。うん、アンダーテイルはまだ全然違う。この、突然言ってでもあれもやらなあかんね。アンダーテイルやりましょう。あれ、アンダーテイルめっちゃストレスかかんねん、でも。ほんまに難しいねん、僕。空間認識できへんから。あれは基本的に名越先生操作していただいてるので。あれがきついわ。ほんで、しかも、ほんまに苦手な操作やな、動いていくやつが。はい、ロールプレイングゲームは僕はやり込んでるんですけど、はい、ああいうね、アクションゲーム系がね、僕ね、どうも苦手で、本当にあれ辛いんですけど、でもやりますし。ほんで、あと、対馬もね。対馬もね。はい。対馬ある人はなんであんな暗がりの中で大変の分析できんねんって。しかも、甲冑着てこんなゴツゴツやるのに、みんなカブトムシみたいな格好してるのに、なんで大変の分類できんねんって、そこら辺もだんだんとね、この解き明かしていきたいと思うので。はい。あれが一番真っ暗ですからね。ほんで、違うんです。ほんで、うちの子にね、他なんかあるとかでずっと聞いてしまったら、はい、リトルナイトメア2じゃないって、やっぱりあれじゃないとかって言って、はい。でもね、その時ね、うちの息子の表情みたいなね、まあ、やるかなどうするかなみたいな顔やったんですよ。うん、ほんで、だから、なんでそういう顔したのかなっていうね。はい。多分、それやと、今までのこの流れの上に乗っかる感じにならないかとか、そんなことを、なんかなっていう気もしたんですけど。ちょっとね、違うゲームなんですよ。違うゲームが、ちょっとでも、ぜひ、じゃあ、それも、そのうち、見ていただきたいです。すごくよくできたゲームです。すごくよくできたゲームですけど、ちょっと体積分離とかに馴染むのかちょっと。じゃあ、違いますよね。ちょっとわからない。でもね、それをまたね、やるのもあって、だって、はい、もう一つのナイトメア、あれじゃない、あれなんか、はい、体積分離できなかったからね。あれ、完全に漫画やからでも、はい、そうですね。でも、結構みんな関心持ってくれて、そうですね。あれ、130万回ぐらい行ってるの違うかな。ただ、いわゆるその精神分析とか心理学っていう意味では、リトルネ・ナイトメア2は最もそれっぽい。あ、そう。はい。すごく心理分析的なゲームかなという感じは。そうですね。わ、はい、かりました。はい。ということで。はい、やりましょう。はい。で、これ今、お前も出ますけども、主人公のエリーと、うん、
リーナが2人であのジョエルの復讐のためにシアトル少しとあの飛んでますがそんなにシーンは飛ばしてないです、はい、あれ隔離地域あ、2人で行ってるんや。そうです。見つからないようにね。これどうでもいいけどいい馬やな。手嶋龍一兄貴をあのここにあの読んで来てもらってこの馬はどういう感じか見てほしいよね。手嶋龍一さんはね本業が馬ですからね。あ、そうなの。そうです、本業馬ですよ。あの人ね大きななんか例えばあの大魔神さんとか、はい、ああいうすごいお金持ちの人が一人ですごい馬の馬主になってるっていうのはあるんやけど、全国の小口のみんな馬持ちたいじゃないですか、はいはい、あの競馬好きな人は、はいはい、その人たちを集めてみんなで馬をいくつか買うみたいなとこの大元締めやってるんですよ、うん、ほんでね、でもねその大元締めやけど馬の持ち数で言うたら北島三郎さんの次ぐらいじゃないか。へえ、そんなですか。そう、じゃあ、そう専門家です、ね、うん、本当の専門家、はい、この間も僕よく同じカフェでそうですね月2回ぐらいあの会うんですけど、あのやっぱ競馬8とかなんか見てありましたWMF 侵入者を見つけ次第射殺。うわ、これはまあでもここで間違いなさそう。いい馬やな。誰もいないね。アメ車が並んでますな。あれ、これ日本車っぽいな。あるってこと、あれ馬勝手に歩いてる。呼ぶと来てくれる。へえ、ダーチ車みたいなのもあるよ。ああ、こういう僕シチュエーション好きや。こういうとこで僕は本当は仕事したかったん。こういうシチュエーション。そう、僕ね、はい、あの砂利置き場あるじゃないですか。はい、砂利置き場にこう必ず物見の塔みたいなこれ塔、これなんちゃったな、鉄塔があって上にこう四角いの乗ってるじゃないですか。あそこの事務員になりたい。僕、鳥さんもなんかね、2ヶ月ほど暇ができたら2人で旅をして全国の砂利置き場を写真に撮ってみたいな。もうなんか誰か写真家連れて行ってさ、はいはい、あ、もう僕が写真撮ってもいい、はい、もう全国の砂利置き場のこうペーソスを文章にするっていうの、はい、俺もね絶対誰も買ってくれへんやろうけど、いわゆる採石場みたいな、採石場、はいはい、それね、田村さんがコーナーに名付けた後で坂道の本ってことを書いたでしょ、はいはい、僕はあれ一冊買ったんですよ。すっごい良くて、はい、坂道がとにかくタモリさんは大事です。坂道ばっかり100枚ぐらい撮って、それにコメントを寄せて作らはったんやけど、僕はね、もうあの採石場の上にポツンとある事務所、はい、この風景がね、もう僕の中でね、キュンキュンやん。それ誰か、なんか同じ趣味の人いてへんかなと思うけど、あんまり誰もいてないんですよね。ほら、上の方になんかあるやん。ありますね。あそこにいたいね、俺は。もうええっちゅうのは。はい。でも、ものすごいオラウタン的でしょ、これ。はい、はい。オラウタンって、オラウタンって必ずジャングルの一番高い木の上に巣を作って、そこでじーっと見てるでしょ。うん、もう、だからやっぱり僕は、ルージェンブルニーではオラウタンなんですよ。はい、そういう、なんか名もなき、なんか、おじさんやねんけども、高いところからなんかこの巷を見てるみたいなね、うん、そういうシチュエーションがもう大好きやねん。とにかくね、高いところからじーっと下をね、観察してるっていうシチュエーションが僕にとってはね、もうほとんどね、フェロモン出まくんねん。うん、なんかそういうのがすごくあって、僕、いやこの話したらもう長くなんか言いません、僕ね、あの、眠りにつくときに、必ずある空想をすると眠られるっての皆さんもありません？これはもうみんなね、寄せてね、眠りの前に自分はどんな想像をするかっていうことを集めて本になるよ。だってこれって心理療法やもん。で、僕の場合は、あの、ブルース・リーが好きやったから、ブルース・リーの森をドラゴンみたいなところで、中でさ、麻薬みたいなの作ってたり、いかんもん作ってたりさ、人身売買してるようなとこが、岩をガーって採掘したような、もともと、あの、採石場みたいなところの中の、空間があって、ほんで上にはトロッコがあってガーってこうね、流れるわけやんか。ほんで下に悪い奴らがこう相談してなんかして。で、ブルース・リーやとそれはなんかヌンチャクみたいな、ちょわちょってやるんだけど、僕はその上のトロッコのこの布が被ってる中から、下のこの悪い奴らがいろいろ相談してるような、ショッカーの戦闘員的な、そういうのがこう見てて、あってもうすぐ、あの、次の、いよいよ、あの、何、コカインを作ってるあのその現場に行くんやなみたいなことをこうやって見て、あ、見つかった、
これを布団の中でこうやってるうちにカクッと寝るということを、思春期の頃5年ぐらい続けました。なんかそんなんないですか？いや、わかります、わかります。なんかね。僕今は、はい、こあのやっぱりあの真言宗をずっと研究してるんで、あの光明真言を唱えて体が光に満たされるっていうイメージをしてスーッと寝るっていうようにやってますけど、うん、そういう寝る前のイメージってね、うん、絶対共有してたらね、うん、あ、これで眠れたとか出てくると思うんですよね。それはあのあります。はい、次行きましょう。全然前に行け、ほんまに怒られるわ。はい、どうぞどうぞ。でもどうやって登ろう。え、こんな高い、面白いな。僕高所恐怖症への高いとこ好きやね。こういうね、葛藤っていうのの中にね、あのパーソナリティが出てくるんですよ。まだこの壁を越えない。やっぱりこの人利き足が左やな。左から登ってるやろ。僕右なんですよ。だから下半身左利きやる。言うたら、うわ高いな、これどうやってどうすんこれ。ディーナ手伝って。やっぱりな、踏み台になってくれと。かっこいいやり方すんな。おいおい、思った。うわ、この子すごいな。見張ってるね。みんなやっぱりサバイバーしてる。向こうからゲート開けられるか見てきて。任せて。あれは普通女性はできないよ。もう男でもできへんの違う。うわ、危ない。これガシャってならへんやろか。そう、渡れない感じなんで。うわぁ、怖っ。ほんでそこでバシャって行くで。あ、行かへんねや。そういうことじゃないんや。まあ、これはまだ序盤なので。ほんまに意地悪じゃん。わあ、でもこういう場所ってなんか僕なんかな、ノスタルジーがあんねんな。腹痛かったよな今。うわ怖っ。これ30センチぐらいやろ。そんな感じです。うわ、落ちたら死ぬってやつ。落ちたら一応死にます。ちょっとやり直し。あー、もうなんかもうこれだけで膝が笑ってて、おー、よく飛んだね。これ飛べないですよね。普通あの絡んでるものに捕まって下に落ちたりする。危ない危ない。この人見事に目の下にクマ作って、え、 L1 を押しながら、うわーやばい。平気。うわ、もう15メートルぐらいは行ってるよね。死ぬ寸前だった。あ、これで向こう側に渡れるか。そうです、そうです。で、ここから結構その、まあ、いわゆるローコレ的に探索モード。ね、あの建物の天井、ドームコピー。で、これ大都会やったんや、なんかし。これシアトルです。あ、そう。確かに。じゃあシアトルに住んだことある人、あれはあのビルやってわかんねえな。地図に書いたよ。シアトルがだいぶ寒いね。ねえ、バリアントミュージックショップ。なんか調べてみる？これごめん、目的は何やったっけ、この旅の。ジョエルが殺されました、前回。はい、で、俺殺された。で、その時に、その WLF っていう、その、ワシントンなんとか解放同盟かな。あ、それに仕返しをしに行く、はい、ただ謎なんです。正直一応そういうそのワッペンみたいなのが見えたりとか、うんうん、そのパラパラした情報はあって、どうやらシアトルにそいつらがいるらしいというぐらいしかわからないんですね。なるほど。 でも、 もうとにかく復讐をしたいので一心で旅に出てる。で、ちょっとごちゃごちゃっと揉め事があったんですけど、あのトミーって弟に止められてたわけですけど、トミーはエリーたちを止めたんですけど、次の日には自分一人で、あ、そうでした。もう思い出した。行っちゃってるんです、ね。思い出しました。で、その後を追って、あの、二人で来てるんです。そう、思い出しました。はい。はい。なんかそこら辺の展開が歌舞伎っぽいよな。なんか、
姉に迷惑をかけたくないから弟が行ってしまうんだ。壊れてなかったら最高だ。あんまりハリウッド映画でそういう展開って見たことないやん。楽器弾いてさ、これだけあればバンド結成できるね。楽器弾けないでしょ。ちょっと練習すれば弾けるようになるし。あ、偉い。そうとも言うでしょ。わよくな。こんなとこで手に怪我して破傷風にでもなったらどうするつもりや。そうですよね。リアルに考えると。なんや。ここレコードだらけだね。スリークハビット。シックハビットだよ。近いでしょ。うわ、新品。いいじゃないですか。いいギターじゃないですか。ジョエル思い出してるな。弾けるんや。あ、弾けるんや。楽しい。今のは別に、うん、別にっていう割にはいい曲。焚き火した夜覚えてる？ええ。相方の女の子の表情がどんどん変わっていくよね。曲を聴くにつれて、初めはちょっとなんかドラマティックなね、いつもいたずらっぽい、なんかね、相手の隙を見ているような顔してるんですよ、この子って。ちょっと僕が思ったら、これもう要注意やな、2メートルじゃなくて3メートル離れていく見ようかっていうような女性です、この人は。ディーナさん。そうそうそう。ところが曲を弾き出したら、スーッと一変、過去を思い出してね、あーっと思い出して、はっと、それからまた非常に用心深いくしてやんなあかんから我に戻る。でも我に戻った時にはその顔の剣っていうんですか、はい、暗さが消えてるよね。あ、だから すごいなと思って、うん、細かいというか、ちゃんと、まあ、それこそ役者さんの前でしょ。そう、役者さんがそういう風に演じていて、それを完全に CG が再現してますね、はい。表情が全然違いますよ、うん、あの曲が始まった時、それからは、あ、始まる前、はい、え、始まっ、まあ、当初からね、始まる前から当初、はい、それから、しばらくの、始まってしばらく、それから今、はい、違うね、うん、3段階あるね。すごい、はい。
な、最後までジョエルを受け止められなかったもんな、受け入れることできへんかったもんな。キスすればよかったのに。したかった。私も。じゃあ、そろそろ行く？だね。聞いたら多いとこの人なのな。燃料配給。よし。ペドロの人たち、戸締まり頑張りすぎ。これ一応ですね、今、この短いターンでは何をやってるかというと、ゲートがこの先にあったんです、うん、で、そこに、でもゲートが開かないので、燃料を探してます。燃料がないと開かないと思って。バーストンは食料不足で。相方の子はだいぶトラウマ持ってるよね、でもね。いや、それはほんまに演技なのか、この役者さんのものなのか分からへんねんけど、ふっと。やっぱりね、なんかね、それでもなんか騙してやろうっていう顔を時々すんねんね。うん。それも4歳、5歳の頃なんか、よっぽど寂しいことがあったのか。だからそれがふっと僕には見えるような気がするんでね。もうそれはもう臨床家の勘にすぎませんよ、こんな山勘ですよ。でも引っかかんねんね、そういうことを、そういう表情を相手がすると、すごい引っかかんねん。僕らはだってそういうことを読み取って、ある意味自分も命を守ってきたところあるし、治療してきたところもまあまああるわけじゃないですか。成功も失敗も、失敗も成功もあるけど、ほんまだからそれがね、この物語がずっと続く中で後で明らかになるのか、僕の完全な読み違いなのか、何もないのか。でも引っかかりましたね、僕は。それは表情で、表情で、表情で、あの曲が終わった、はい、終わる寸前ぐらいの頃、ふっとね、そういうあの必要ないような細かい表情の揺れがあるんですよね。あ、なんかそんな気が、ごめんなさい、こんなどうでもいいことかもしれませんけど、しましたね。ほら、通って。なるほど、意外に簡単だった。オッケー、いいよ、よいしょ。声は出すねんね、ゾンビって。その声で結構発見できる。あ、じゃあゾンビ自体も苦しいんやな、うん、何か規制されてるわけですね。そうやんな、苦しいんだ。忍者みたいっていうのは相方に出していくんですかね。なんか右側の人は日向ぼっこしてるみたいな感じ。そうそう、ちょっと種類が違うやつなんです。感染が進むとああいう感じになって、ちょっとタイプが変わってくる。あ、もう動かなくなるわけ。いや、動くんですけど、反応が違うんです。今、タイプよりも人間からどんどん遠のいていく感じが。火に弱いね。燃えちゃいました。お前の。燃えてるとこ近くと。わけわかんない。
生きてる人がいるならなんでまだこいつらいんの。ここまで来なかったとか。うん、かもね。ここは一体何の施設だったんでしょうね。これはね、職人庫って言ってるんですけど、建物を使います。この教会やん、ここそうですね。大きな教会やで、これ。さすがに教会の中にはゾンビいないな。ねえ、エリー。そうですね、閉じ込め。ここシナゴーグだよ。シナゴーグ。なんでわかるの？あ、まず、壁にメノラーが取り付けられてるでしょ？ユダヤ教のね。第二に私の体燃えてないでしょ？体が燃える？つまんないジョーク。自作のジョークじゃないんだ。もううるさい。ここにいるといろいろ思い出しちゃう。しょっちゅうお姉ちゃんにシナゴーグ連れて行かれたから。へえ。リーナが信心深いなんて意外。ユダヤ教徒やね。でもとにかく生き抜くって伝統は好き。この世界をってこと？それに異端審問の時とホロコーストの時も、うん、うちの家系は生き抜いてきたの、うん、なんとかね。は反対側ガソリンあった あとはあそこに行くだけ。よし、拾ってんのは何なんですか。いろいろアイテムが、うん、結構銃の構えとか、いろいろセロハンテープとかさ、いろいろ作ったり、うん、お、なんだこれ、うん、ガソリンか。違う。どれどれ。うん、クソムカつく。ちょっと言葉遣い。ここで大丈夫か。寝ない。体。ついてないね。どうする。裁判所のガレージにかける。お、出た。これ何。タルムード。トーラーや、そうそう、トーラー。聖書みたいなもの。ユダヤ教の聖典。トーラーってどんどん増えていくんでしょ。お姉ちゃんに見せたかったな。ニューメキシコで使ってたのは半分燃えてたし。行こっか。なかなか専門的なものが出てきますね。全部捨てられたわけじゃないんだ。おお、ジョジョジョ、いいよ。うん、ちょっと失敗した。危なかったな。危なかったな。楽勝って言ってるけど。時々、こういう場所になんか作業台というのがあって、うん、なぜできるのかよくわからないですけど、武器の改造ができる。あ、でもほんまや。はい。なんでそんな好きこれはちょっと楽しみとして置いておいてくれてるんだよね。はい。うん、合成の釜みたいなもんやね。あの、ね、ドラゴンクエストの。はい。あれ楽しいね。これはすごい楽しいです。ほんで、なんか特殊な自分だけの武器ができるわけや。あの、ショットガンの相談数を増やしたりとか。なるほど。あ、その程度か。あ、まあでも、あの、威力を増やしたりとか。へぇ、こういうことができる。やったわ。あと、症状のスコープをつけるとか。なるほど。このカチャカチャっていうことがいいよね。いいですよね。かっこいい。かっこいいですよね。音がいいなぁ。こんな程度で改造できんのかっていう必要はあるけど。え、これ強くなったそう、強くなってるんですよ。はい、まあ、そこら辺のゲームですね。改造できちゃう。いやいや、それはゲームの特権ですよ。ゲームのと、それがなかったらこんな厳しい世界観で。やってらんねえよ。ショットガンって経験上いっぺん打ってみたいな。どんな感じなのか。あ、そうなんや。これも教会っぽいね。ここは裁判所です。ああ、なるほど、なるほど。傍聴席や。
なんか歩いてるやんか。なんかな、僕はこのゾンビがかわいそうでさ。不憫ですね。そう。全然楽しくないわけやんか。さっき強くしたからやっぱ強くなってるね、銃の威力が。まあ、頭狙わないとあかんね。なかなかのピンチ。あ、ちゃんと応援してくれるんだ。なかなかリアルでしたね、今の。リアルですね。なんか、映像に残したいぐらいリアル。ちょっと、シャワタマミスったので、ちょうど面白い感じになりました。ほんまや。はい、何、頭を吹っ飛ばさなくても、体でもダメージがあったらしくて。体でもいいんですけど、体だと例えば3発のものが、頭だと1発みたいな。そうそう。だって頭に住んでんねんもんな。そうです。途中滑走さんが。頭正確のヘッドショットで飛ばすと、結構サクッと。でも頭振ってるからな。そうそうそう、走るときにこうやって。そうです。うん。地下のガレージにガソリンがあるんではないか。裁判所って行ったことある？ない。ボストンで全く問題を起こさなかったわけ？そりゃもちろん起こしたよ。でも裁判所には行かずじまい。この二人なかなか悪なんや。家庭裁判所とかにお世話になってることが前提ないな。へえ、なかなかやるね。人間ってどれぐらい残ってる設定なんやろね。それじゃあ常時得だね。分からないね。でももう圧倒的にゾンビの方が多いよね。そうですね、まあ、とにかく隔離地域以外では人間が生きていけない状態。凄まじいな。ゾンビもある程度人を食べなかったらだんだん栄養失調になって死ぬんかな。まあどうなんでしょう、ね、そこら辺がね、多分あんまりでも死なへんねんな。死なない。死んだらどんどん死んでいくだけやもんね。むしろなんか感染が進んで、なんか変異が進んでいくみたいな。ああ、なるほど。もっと能力者になるような。はい。に見えますね。なんか、加減の次に近づいていくような感じな。はい、その後も出てくる。加減の鬼か。出てくるんですけど、はい、その感染が進んだ、段階が進んだやつができるの出てくるんですよ。それがもっとなんかでっかくなってて。はい、それどういう、何を吸ってんねやろ。それが問題やね。途中過疎やから何やろ。光合成してどん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 大きくなっていってる。むしろでも暗闇の中にいるんですよね。だから、なんだろう。窒素とか。なんか、そういうの知りたいよね。大豆みたいにさ、はい、なんか、ありての無機質でどん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 タンパク質作っていってんねんな。そうですね、はい、でかくなるってことは少なくとも筋組織があるわけやから、はい、ということはタンパク質を合成してるわけやんか。そうですね、タンパク質を合成するのが、光ではなくて、まあ、もう大豆もそうやんな、ね、根っこがタンパク質なのにから。でもなんか窒素同化をしてるわけや、暗闇で。そうですね、暗闇で窒素同化する植物で、しかも人間の体を変えると、それが筋肉に変わって、植物だけだ、植物だけど、その筋肉で余計に増強して、ある種マッチョな怪物が出てくるってことやんな。なんかそこもうちょっとちゃんと設定してよ。いや、設定あるのかな。あるんやろな。これなんかそのうちこの設定資料を翻訳してもらうか。なんかそれ関心があるよね、でもそういうの。面白いですね。うん、まあ、キノコ系のものってでも確かに太陽の光なくてもでっかくはなっていきますからね。だから日本だって有名なあのマタンゴとかいうのあるじゃないですか。はいはいはい、映画ね、あれも世紀の名作やけどね。マタンゴすごいですね。うん、もう世界に出しても本当に世界のスリラーの20位以内に入んのちゃう、はい、それぐらい素晴らしいホラーやけどね、ホラー映画やけど、マタンゴ。で、自我っていうのは脳が作り出した幻想ですからね。もう今や5年後こうなってくるんですよ。はい、だんだんメタルギアソリッドになってくるやん。まあ、天才なんですよ。天才なんですね。目的がない限り、一緒には組めないよね。これは意外な点。名越康文 TV。
シークレットとよろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいな感じの記憶を実はやりたいなと。Bye.